マイトガイは間違いなくバルト、ナルトシリーズの中で私たちのお気に入りのキャラクターの一人です。忍術は苦手だが並外れた身体能力で補っている。声を担当するのは1980年代初頭から数々のアニメキャラクターの声を担当してきた神奈川県出身の伝説の声優江原正史。まあ、基本的には、洋画の吹き替えもアニメも一緒なんですけれども、まあ、心の細かいひだの動きとなると、山寺宏一とは声のトーンが似ているため、特に吹き替えでは多くの役割を分担していた。あなたが知っているかもしれない、または知らないかもしれない江原正史の声のキャラクターをいくつか見てみましょう。ならば俺も。バルト・アズ・マイト・ダイ。いや、それは無理です。バルト・アズ・マイト・ダイ。どうも僕は時間の感覚というやつがよくわからなくて。トリシャが死んで何年だって。鋼の錬金術師アズ・ヒカリのホーエンハイム。シルバースキー・アナザータイム・リバース。武装錬金アズ・キャプテン・ブラボー。悪く思うな、こっちの依頼が先だった。イートマンアズ・ボルト・クランク。フレイム・ヘイズの力は契約者が持つ強さへのイメージとグゼの王の力の融合によって権限する。灼眼のシャナーズ・アラストール。まずいぞ、こいつはどう見たって正義の味方文章、白く輝くオーラが出ている文章、それに甘くていい匂いがしてやがる文章。出ました、パワーパフガールズ Z アズモジョジョジョ。一瞬見失った。まさかあれほど鋭いカッティングで飛び込んでくるとは。頭文字アズ城島俊也。私は長年ミニ四駆の設計をしてきて、より速いレーサーマシンを作ることを夢見てきた。そしてついに完成したのが。爆走兄弟レッツ&ゴーアズ土屋博士。で、強靭な心に極まれり、影に生きる者が人に忍法を見せるなど。ワンピースアズ雷像。あんなに完全燃焼したことはなかったと。それと、もう一度戦えば今度はどうなるかわからんと。悠悠白書アズ読み。アニメキャラクターの声だけでなく、ビデオゲームのキャラクターの声も務めました。ふざけんな、死んで終わりにしようってか。死にゃ許されるとでも思ってんのか。ファイナルファンタジー13アズサッツカッツロイ。もう時間はあまりないというのに、皆元の姿に戻れるのです。キングダムハーツニアズルミエール。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。ドラゴンボール Z カカロットアズミスターサタン。を観測されました。そして人類にあだなす無価値のゴミどもが放つ波長もこの邪剣のものと同様です。ソウルキャリバー6アズアズウェル。江原正史は間違いなく日本の声優業界で私たちのお気に入りのベテランの一人です。彼はこの穏やかでエネルギッシュでクールな声のトーンを持っています。彼が今後さらに多くのアニメキャラクターの声を担当することは間違いありません。今後彼に最もふさわしいキャラクターは誰だと思いますか？ご視聴いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。